評価されるべき努力と成果に賞賛を。賞に託した平和と未来、ノーベル。ノーベルの死から5年後の1901年、第1回ノーベル賞授与式が挙行された。遺産の大半を投じてこの賞を創設した人物こそ、大発明家として知られるアルフレッド・ノーベル。科学の可能性に挑戦し続けた彼の人生とは。貧しい家庭に生まれ体が弱かったノーベルは、働いて家計を助ける兄たちとは違い、ベッドで本を読むばかりの生活を送っていた。僕だって母さんを助けたいのに。一家が移り住んだロシアでは、科学の力を目の当たりにした。勉強を続けた者だけがあのエネルギーを生み出せるんだ。誰かの役に立ちたくて、平和な世界を夢見て、ノーベルは発明家としての道を歩み始めた。これがニトログリセリン。度重なる困難に屈することなく発明を続けたノーベル。今度は僕が必ずみんなを支えてみせる。そして1867年、ついに世界的な大発明、ダイナマイトが誕生した。文明の発展を一層加速させていくダイナマイト。しかし、人の役に立つ発明は、人の命を奪う道具として使われてしまった。今の私も科学も未熟です。平和運動に参加しませんか？様々な出会いが凍りついたノーベルの心を溶かしていった。博士の思いはきっと私が引き継いでみせます。人々の平和を願い続けたノーベルは、63歳でこの世を去る前に遺書を残していた。世界中の努力する人たちがきちんと評価してもらえるように、世界一の賞を用意したい。ノーベル賞は今も世界の人々の平和と進歩を支えている。千のひらめきなんかより一つの実現が尊いのだよ。角川漫画学習シリーズ、漫画人物伝エジソン。1877年アメリカ、人類の生活は一人の男によって大きく変わろうとしていた。この頃は電話や電灯、音楽プレイヤーも使われておらず、離れた場所の人と連絡する方法は手紙が多く、明かりはすぐ消えるガス灯だけで、夜は闇に包まれ、日暮れとともに眠りにつくのが普通であった。そして音楽を聴くには、目の前で人に演奏してもらうしかなかった時代。エジソンさんのスケッチ通りに作りましたが、なんですこりゃ。なんだなんだ。こいつは物を言う機械だ。そんなことありえないでしょう。そうそう、じゃあ聞いててくれ。メリさんの羊、メーメー羊、メリさんの羊、真っ白ね。よし、メリさんの羊、メーメー羊、メリさんの羊、真っ白ね。機械が歌ってる。エジソンさんの声だ。おー、これが蓄音機だ。メリさんの羊、こいつはすげえや。どうなってるんだ。こんなにびっくりした発明は初めてだ。人類が初めて録音再生を体験した瞬間だった。こんなものを思いつくなんて、あんたの頭の中はどうなっているのかね。いつも発明でいっぱいさ。他にもまだあるんですかい？もちろん。この時エジソンは30歳。発明で世の中を前進させるのさ。
後に発明王と呼ばれる男である。1853年ゴールドラッシュに沸くアメリカ・オハイオ州、トーマス・アルバ・エジソン6歳はここで生まれ育ち、聞きたがりの子供として有名だった。ねえパパ、火って何？火は火だな。それでそれで？またあるの何が始まった。うむ、火は火だな。ああ。マッチはなんでこすると燃えるんだ？藁の燃える音が違う。マッチと藁じゃ燃え方まで違うんだ。すごい、火ってこんなに大きくなるんだ。あれ？わあ！バカモン！燃え広がったら大変なことになってたんだぞ。パパ、聞いて聞いて。火って物で燃え方が違うんだよ。うん。いたずらを少しは反省せんか。なんで？アルが帰ってこないな。なやかしら。お。それはガチョウの卵？卵を返そうとしているのね。うん。ガチョウが温めて卵が帰るなら、僕が温めても帰るはずなんだ。そういう発想はなかったわ。アルは好奇心の塊なんだわ。この子はただのいたずらっ子じゃない。特別な才能を持ったすごい子かもしれない。8歳になったアルは学校に通うようになった。先生、どうして 1+1 は2なんですか？リンゴ一つとリンゴ一つを合わせると2つになる。そんなこともわからんのかね。でもコップ2杯の水をバケツに入れたら1杯の水ですよ。トーマス・アルバ・エジソン君、聞きたいことはそれだけかね。風はどうして吹いてるんですか？船はどうして沈まないんですか？夏が暑くて冬が寒いのはなぜですか？トーマス・アルバ・エジソン君、君はもう明日から学校に来なくてよろしい。え？どういうことですか？お気の毒ですが、お子さんには見込みがありません。こんなことやあんなことも。よくわかりました。わかっていただけましたか。見込みがないのは先生の方です。なんですと？失礼な。だって先生はアルの好奇心を無視してるじゃありませんか。あなたは先生失格です。出て行きたまえ。二度と来ません。ちょっとママ。うアル、あなたにはたくさんの想像力があるわ。だからあなたは考えなさい。想像力は神様が人間に与えてくれた一番の宝物なんだもの。そしていつかみんなの分も考えてあげてね。アルならきっとできるわ。ママ。だってアルは私の誇りだもの。これからはママと勉強しましょう。ママと？これでもママは昔先生をしてたのよ。大学の先生たちは本に書いてないことをどうして知ったの？本を読むだけじゃ物足りなくなったのね。そうなんだ。ぴったり来ないっていうか、何かもっとあるはずなんだ。じゃあこれは自然と実験の科学、科学実験の本よ。ああ、
実験。実験っていうのは知りたいことを実際にやってみて確かめることよ。そうか、科学者たちは実験で疑問の答えを見つけるんだ。そうなんだ、僕のやってきたことも実験だったのかもしれない。失敗しちゃった失敗は成功のもと。僕は絶対諦めないぞ。天才は忘れた頃にやってくる。科学者文学者の二刀流寺田虎彦。明治から昭和にかけて物理学者として活躍する一方、文学者としても多くのエッセイを残した寺田虎彦。科学の法則とは自然の記憶の覚書に過ぎない。身近なものを丁寧に観察し、独自の科学的視点を盛り込んだ科学エッセイの世界とは。1878年、東京で生まれ高知県で育つ。子供の頃から人並み以上の怖がりで、虎彦は雷にとても怯えていた。危ないから怖いじゃない。何が何だかわからない力が空で暴れ回っているのが怖いんだ。学校で電気の学問を教わってもなお恐怖を感じていた虎彦だが、自分で電気に関するいろいろな実験を体験するようになってからは、超自然的なものへの恐れは消えていった。綺麗だ。怖いものへの恐怖心が裏返って、雷への興味が止まらなくなったのだ。怖がりだったからこそ分かったことがある。自分が怖がりだということを恥じていない。虎彦が高校生の時、英語教師だった夏目漱石に出会い、俳句を習い始め、正岡子規など他の文人とも交流を深めていった。そして物理学研究の道へ。38歳の時に帝国学士院恩賜賞を受賞。ノーベル物理学賞受賞目前まで行った。1923年、44歳の時に関東大震災が発生。以後地震の研究にも多く関わり、天才は忘れた頃にやってくると警句を唱えた。晩年は大病を患って研究を行うことが難しくなったこともあり、多くの随筆を発表した。突然だが、君はあの波がどうして起こるか知っているかい？え？波の源は風だ。ずっと遠く、大きな海の真ん中で起こった台風が海岸近くで大波を起こすこともある。波の形を図で表すと、峰と谷という部分ができる。この波の峰から峰、あるいは谷から谷までの長さを波の長さ、波長と呼ぶ。波の高さが同じでも波長が長い方が速く進む。だから近くの風で起こった波よりも遠方の台風で起こった波の方が岸に先に着くこともある。波なんてみんな同じように寄せてくるだけだと思っていました。そして波とは水が動くのではなく、うねりが移動しているのだ。あ、そういえば波に押された後は沖に引っ張られるような感覚があったっけ。僕と同じ海を見ていたのに。科学者ってすごいんですね。私はただ観察を続けただけだよ。観察を続ければ疑問が見つかり、さらに発見がある。そこに新たな疑問も見つかるだろう。科学者にとって大事なのは、この世界のどこにでもあるわからないものを探して見つめることだよ。科学者であると同時に文学者として多くのエッセイを残した寺田虎彦。失敗を怖がる人は科学者にはなれない。机の前で想像を膨らませている人よりも、
裸で飛び込んでくるような人間にこそ、自然は神秘的な真実を見せてくれるものだよ。人はある決意のもとにことを進めていけば何でもできる。新幹線を作った男、島秀夫。蒸気機関車から新幹線まで技術開発に生涯を捧げた島秀夫。時速250キロを超える夢の超特急。これは新幹線プロジェクトを成功に導いたスーパーエンジニア島秀夫の物語である。1901年大阪に生まれ、東京の高輪で少年時代を送った。わあ、自動車だ、すごい、飛行機だ。秀夫は動く機械が大好きな少年だった。今の日本で世界と勝負できるものって何でしょう？鉄道だろうな。じゃあ僕も父さんと同じくらい勉強して鉄道技師になるよ。東京帝国大学を卒業後、鉄道省に就職。下積みを経て機関車、自動車などの設計に参加した。なんだこれは、運転しづらいぞ。失敗を通じて秀夫は成長。そして運転も整備もしやすく、どんな線路も走れる日本で一番有名になった蒸気機関車 D51 型、通称デゴイチを設計。弾丸列車計画。日本は狭軌列車であるために車体が小さくスピードも出せない。だがついに狭軌列車を作る日が来たんだ。狭軌列車を実現することは親子2代の夢となったが、この機関車が作られることはなかった。1941年太平洋戦争が開戦。国内は深圳建設どころではなくなり、戦争で物資を運ぶための列車が多く必要になった。しかし日本は敗戦。亡くなった人たちの分も世の中のために働かなければならない。私だけじゃない、皆で力を合わせて鉄道の未来を支えていくんだ。島さん、横浜で火災事故です。どの車両ですか？鉄資材を節約するため、屋根などが木製だったモハ63型は燃えやすく、死者106名を出す大事故となった。私の設計のせいだ、私の。事件をきっかけに国鉄を去った秀夫のもとに一人の男が現れた。今度こそ高機の線路を敷く。そのためには君が必要だ。これは戦前の弾丸列車計画。これを復活させる。東京大阪間に高機で線路を敷き、そこに世界最高速度の電車を走らせる。東海道の新しい路線、新幹線。今わかった。私はこれを作るために鉄道技師になったのだ。日本の未来のために。新幹線計画を実現するために開いた講演会で民衆の心をつかみ、ビジネス特急こだまにより特急列車の需要が周知され、新幹線計画は国会で承認された。しかし国を挙げてのビッグプロジェクトには様々な課題があった。島技師長、信号機はどうしましょう？おそらく目で見ることは不可能かと。総合指令所から信号を運転席のパネルに表示すればいいんです。新幹線は秀夫だけで作ったのではなく、現場から上がる優れた要素が秀夫によってまとめられ、新幹線計画に組み込まれていったのである。そして、ああ、ついに完成した。まさに未来を乗せて走る夢の超特急だ。世界最高速度の新幹線計画を実現させた日本が誇る天才エンジニア島秀夫。新幹線の一番大事なこと、それは安全な乗り物だということです。島秀夫と新幹線の夢はこれからも未来へと受け継がれていくのである。角川漫画学習シリーズ、漫画人物伝。思わず夢中になる面白さ、だから歴史が好きになる。セットで読むと理解が深まるよ。他
他の人物展動画もチェックしてね。